プロのクラブセッティングを紹介したいと思います、はい、ドライバーはゼクシオ、ゼクシオです。で、何ですか、ナイン、ゼクシオナインです。まだゼクシオナインを開けていいですか。はい、開けてますが、ちょっと汚いですけど、ね、ゼクシオナイン 9.5 度。おお、ロフトが割とない、普通かな。でも 9.5 は、はい。シャフトは、シャフトはツアー AD グラファイトデザインの PT の S を使った S、 OS、 はい。結構ハードスペックですね。そうですかね、そうかもしれない。プロだとでも S は結構多いです。はい、へー、ちょっとびっくり。だからやっぱさ、見た目もさ可愛いしさ、こうなんかふわっとなんかだからやっぱすごいすごいやっぱ使ってるなって感じします。ドラえもん、ドラえもん、これがドラえもんです。4番ユーティリティ、あ、4番ウッドになってます。3番ウッドはなんで入れてないんですか。なんか去年あんまり球が上がらなくて、スプーンもあんまり上がらなかったんで、こんな上がらないんだったら4で打った方がキャリーが出るんじゃないかなと思って、そこから4番。そしたらやっぱすごいよく、はい、球しっかり上がってくれるので、距離もそんな変わんないですね。あんまり変わらないです。はい、だったら上がってそう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 くれた方が安心するな、うん、かなみたいな、はい、で4番ウッドもないんですか。ないんです。5番ウッドもゼクションない、ゼクションない。で7番もゼクションない。この7番ウッド何ヤードぐらいいくんですか。7番ウッドで190。190。めっちゃ飛ぶね。めっちゃ飛ぶ。195、はい、200、210、はい、そうですね。でその下がユーティリティ。はい、スリクソン、はい、使ってます。スリクソン。H65。これは最新ですか。今出てる中では一番新しいと思います。最新モデルの、はい。スリクソン4、5、6番入ってます。打ちやすいんですか、スリクソンの方が。ゼクシオ、ゼクシオできてますけど。そうですね、やっぱりちょっとピンを狙っていくクラブなので、なんかゼクシオよりも方向性重視、ゼクシオは飛ぶんで、はい、飛びを重視と方向性重視、はい、そう、私はこっちの方がなんか方向性重視で打っていけるかなって思ってスリクソンで行ってます。5、6、これもスリクソン、スリクソン、スリクソン、同じやつです、はい、でその下がアイアン、はい、アイアンもスリクソン7から入ってます。7からだ、6入れてないですね、はい、入れてないんです。6はユーティリティで使っちゃうんで、7番アイアンから、はい、Z、 モデルは一緒なのかな。なんかでも割とこう、はい、ある意味こうシャープですよね。そうそうそう、今時って結構分厚かったり、うん、ボテッとしてるけど、ボテッとした大きいのが多いけど、うん、すごい小ぶりでシャープなデザイン、やっぱりアイアンはちょっとちっちゃめで薄めの方が私は、はい、好きなんですよね。アイアンは特に、うん、じゃあもうこのモデルが結構気に入ってます。気に入ってる、はい、それが 789P まで、はい、でウェッジ2本、これはクリーブランド。ダンロップってすごいクラブあるんですね。そうです、全部ダンロップ、全部ですよね。そう、この58度めっちゃいいです。結構長めに使ってます。もう長め、もう4台目ぐらい使ってます。めっちゃ打ちやすい、私超気に入ってます。スピンとかそのイメージとか、そうそうそう、スピンも構えやすさ、顔も、顔がイケメン、イケメン、イケメン出た、58度超イケメン、このクリーブランド。へえ、構えて嫌だなって思うクラブは結構難しいですよね。ウェッジは特にやっぱ自分のいいって思うヘッドの顔がいいです。でパタ、パタ、パターは結構しょっちゅう変わるんですけど。え、そうなんですか、はい、今はこれを結構、でも私入ってずっとこれかな、テーラーメイド、はい、急にこれ松山英樹さんが使って1回優勝した時に使ってたパターモデルに似てるモデルです。あ、似てるモデル、はい、そう、似て、あ、でも同じブランドなんですけど、へえ、まあ、同じ種類ではあるんですけどちょっと違うみたいな。マネットでしかも打感がすごいソフトなんですよ。芯に当たった時の打感がめっちゃいい。まあでもこれも構えやすい、構えやすい、その打感、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。プロの練習器具で青い方だと軽いんですよ。おー、これえ、全然違うよ。あ、めっちゃもうなんかこうなるのと、これ、マジ、そう、もうこうなっちゃう、こっちは。なんか軽い方で持って、
早く振る練習と重い方でもってちょっとゆっくり振ってから伸ばすとか。あ、もうこれも本当やだ、これすごいやだ。それで振るとめっちゃ体伸びますよ、ゆっくり振るとめっちゃ重いですよね。めっちゃ重いてか本当にこの棒から想像できないぐらい重いですけど。そう、これなんていうやつですか。え、なんだったっけ、忘れちゃった。もうずっと使ってるんですよね。練習器具ですか。でも売ってる練習器具。え、てか本当に不思議。そう、使い込んでますね。使い込んで減っちゃってる。ここよかった、練習拭いといてグリップ。8割ぐらいで振ってます。8割ぐらい、はい、8割、9割ぐらい。結構結構振ってますよね、はい、正直うちらは10割、9割か10割振ってると思うんですよはいはい。だからそう、どうやったら分かっててもできなくて、その7割とか8割振るってこと、なんだろう、気持ちよさは9で振ったり10で振ったりしたら気持ちいいから。でもドライバーは結構振っちゃって大丈夫。振っちゃって大丈夫、はい、もう飛ばすクラブなんで。そっか、はい。でも振って、もう振りちぎりすぎてブレるんだったらちょっと振るのやめた方がいいですけど、もうちょっとゆっくり振ってもいい。別にそこはそう、ドライバーはいいと思います。でもアイアンとかでもう例えば120ヤードのクラブで130ヤード飛ばすってなるとめっちゃ振っちゃうじゃないですか。めっちゃ振る、しかもほぼ無理。そう、そしたらブレるじゃないですか、ブレる。でそれは絶対やめた方がいい。なるほどね。お願いします。お願いします。すごい、つま先体重になっちゃった。ピンを狙っていくものはね、当たればこんだけ飛ぶけどの方のクラブは選ばない。選ばない、そう。絶対行くクラブで、うんうんうん、軽くとか、はい、7割とか、そうそうそう、頑張らないで振れるクラブは。そう、セカンドショット。そういうとこ、たまに当たるビッグドライブはドライバーはでも振ってって、それの方が大事だけど、そう、ピンに近くなればなるほど、そうじゃない。そう、ドライバーは逆に振れなくなることの方がちょっと私は怖いので、怖い。そう。確かに、そうです。振れなくなるのは嫌だ。振れてるうちが花と飛ぶ。うん、そう。私これ、これ嫌ですね。すごい嫌です。アイアンでこれでもう浮かないし、うん、でもちょっとまだ浮いてるからいいけど。気をつけることって何ですか。これはやっぱ上げようとしないことですよね。上げようとしない、はい、しかし、まあでも一番手上げてもいいかもしれない。うん、皆さん嫌なライは一番手上げましょう。そうですね、嫌なライは。はい、ナイスショー。行く。今ちょっとオープンスタンスですか。そうですね、今左足下がってたんで、うん、オープンに構えて、でもうドローって打つよりももうちょっと左に抜いていく感じ、左に抜いていく感じだけど、そんなにこういうボールじゃないでしょうね。そうですね、うん、だからやっぱラフの分ちょっと捕まったのかなみたいな、まあそこからもうちょっとフェードしてたらピンによるかなみたいな、まあでもあそこなら。うまく打ちすぎるからなんかもうこういうの出るのになっていうのがないからね。やっぱすごい綺麗にクラブが入るよね。突っ込んでいかないですよね。そうですね、で突っ込みが一番嫌ですよね、左足下がりは、はいはい、なんか突っ込みたくなりますね。足こうなってるし、そうそうそう、だからもう開いてもう抜け道を作ってあげるから、あ通り道をね、そうそうそう、抜けなくなるから、そうこうやるとこうなっちゃう。そうですね、後半、はい、なんかこうやった方がピシッとするかなと思って、うんうん、はい、今日グリーン結構難しいじゃないですか、はい、そういうのもあって、どっちがパターを少なく
上がれるか対決。はい、いいですか。オッケーです。お願いします。お願いします。お願いします。プライドをかけて。本当ですね。負けず嫌いの戦いです。負けられない戦い。あの外からのはなしでも大丈夫です。なしで、はい。外からのパターンはなしで、うんうん、中からのパット数、うん、よし頑張ろう。よし、いきなり緊張が始めた。いきなり。作戦だ。これは予選は押してくる。すごい作戦がありますね。で18パットになってしまう。違う、9だから9パット。9ホールで9パット。9ホールで9パットってやばくないですか。やばい